はい、柏しおり NHK をぶっ壊すということで、令和2年2020年10月の16日金曜日です。時間は15時32分であります。よいしょ。 NHK から組山本の大橋正信でございます。よろしくお願いいたしますということで、まあ今日1本目という1本目のね動画ということになりますけども、まあ先日、浜田参議院議員とまた党首がですね、前橋市民の方から相談を受けて、NHK 集金がね弁護士法72条違反ということで、まあ前橋東警察署の方にね、まあ、行かれたというような、そういった動画がね以前上がってましたけども、まあ、僕の肌感覚、自分のこう感じるところではあるんですけども、こう全国的に見ても群馬県前橋市って結構悪質だなであったりだとか、結構ね前橋市民の方から内容の濃い、要は悪質な被害を受けたといったような相談のお電話を受けてるなというような感想を持っています。まあ、過去においてもね、まあ、僕は何度かあの前橋の方に行かせていただいたっていうこともありますし、あの YouTube にねアップロードしてないものの前橋に行ってね集金とちょっとやり合ったというようなこともあります。で、まあ、つい最近というか自分でね自分の、YouTube で扱った案件というのが今年の2月、今年の2月の、まあ、これはねあの待ち伏せ作戦でも何でもないんですけども、視聴者の方から、まあ、支持者の方からね、ご連絡をいただいて集金には来てますということで、そのやり取りをね、その一部始終の動画であったり、まあ、動画ですね、動画のねデータの提供っていうものをいただいたものがあるんですけども、ちょっとね、これ群馬県前橋市で起きた、まあ、事件です。事件ですね。はい、ちょっとその音声をね一部聞いていただければと思いますので、今年の2月ですね、ちょっと聞いてください。これはね党首が先日行かれた群馬県前橋市の弁護士法72条違反で今被害届を出そうかって言ったところの案件とはまた別の話です。ちょっと聞いてください。後半のために録音しますね。録音と録画。録画されても構いませんけど。はい。アップされることはお断りします。まあそれは分かんないですけどね。ダメですそれじゃ。あ、そうですか。一応私だって肖像権があります。はい、じゃあ一応大橋さんに一応依頼してるんで、大橋さんに電話しますね。エネコブですか。あ、そうあ、知ってますけど、はい、関係ありませんね、私ちょっと。あ、じゃあ大橋さんに委託してるんで。だから何ですか。そう、だから代わってもらっていいですか。いえ、変わりません。私はエネコブの方と話しする必要はございません、はい、あ、そうなんですか。お客様とはお話ししますよ。でも委託されてますよね、 NHK から。もちろんそうですよ。はい、うちも僕も委託してるんで。どこに書いてありますか。いや、普通常識ですよね。常識もう減ってくれもないですよ。何ですか。だってお客様はお支払いの責任を伺ってるわけですから。でも、もしもし、テレビあるんでしょ。テレビないです。え、テレビないです。テレビないならなぜご契約されてるんですか。でも、もしもし、大橋でございますが。あ、すいません、大橋さんですか。いつも YouTube 拝見させてもらってるんですけれども。はい、ありがとうございます。今 NHK の集金人の方が来てて。今いる状態ですか。今います。はいはい、今インターホン越しですか。インターホン越しです。はいはい。で、アポなしの訪問お断りしてるんですけどって言ったら、そんな関係ないって言うんですよ。あ、じゃあ関係ないっていうことであれば、じゃあ、はい、招き入れちゃって大丈夫ですよ。代わりに私が電話で対応しますんで。はい、じゃあ、はい、今出ちゃっていいですか、玄関先で。はい、じゃあやってください。はい、電話したままの状態でいいので。はい、はい、はい、何ですか。あ、今目の前に。はい、会社名と名前聞いてください。はい、会社名と名前をまず聞いてください。会社名と名前伺っていいですか。
私は個人事業主の新井と申します。個人事業主の放送局だそうです。はいはい。もし電話変わってもらえるようであれば変わってください。電話変わってもらっていいですか？話しませんって言うんですよ。話できない理由は何で、なぜか聞いてください。あ、これスピーカーにした方がいいんですかね。そうです、そうしてもらえますか。はい、私はあなたとお話をします。私は僕と話するけど、お客さんとはしない。なんで私と話ができないんですか？お客様じゃないからですよ。お客様じゃない、私はそのお客様から業務を、ね、代行してもらうようお願いされている立場なので問題ないですよ。お話していただいても。それインターホンの時でも言ったんですよね。いいんですよ、回答聞きますんで。あ、はいはい、だそうです。お客様のところでお支払いが残ってる部分がありますので集金に伺いました。集金業務をしてるんですか？だから未払いがあった場合は集金をいたします。それね別にあなたは弁護士でもないですし、そういうね、集金業務をしていいかどうか、立場かどうかすらまだ微妙な立場ですよ。あなた大丈夫ですか？そんなこと知りません。知らないんですか？知らないという理由でお金をか、ね、集金業務してもいいというのがあなたの認識ですね。もちろんそうです。うん、 NHK から組を守る党と NHK の間で今そういった、ね、業務をすることが法的に問題あるのかどうかって今裁判で争われようとしますけども、大丈夫ですか？その認識で。あ、全然問題ない。問題ないんですね。はい、私は立場からすると。そうしましたら今から、今ね、前橋市議会議員の補欠選挙が行われてますけども、前田美香子をそちらに今訪問させますんで、前田美香子が来るまで待ってていただけますか？お断りします。まあ、という感じですね。はい、ちょっと待ってくださいね。まあ、今年の2月、まあ、ちょっと声も入ってましたけど、前橋市議会議員選挙の補欠選挙だったかな、それが行われた時期だったですね。はい、ちょうどその選挙の時にね、前田美香子が立候補している最中にそういった連絡をいただいたという状況でね、まあ、このようにですね、まあ、もしかしたら今は、この集金人の方もね、まあ、お仕事を続けてられるかどうかもわからないですし、まあね、今当時とだから、なんだ、2月だから8ヶ月ぐらい前ですかの時と今現在の NHK の、対応、指示といったものがだいぶ変わってきてます。とにかく録画録音されてるようであれば逃げろと、もう帰れというような指示が出ているそうです。はい、もうね、議論するなと、会話するなと、とにかくもう自供しろというようなことをね、言っているそうです。はい。だから今回ね、ご紹介したのは繰り返しになりますけども、今年の2月のやり取りであるんですけども、まあね、なんかもう前橋は私の中のイメージでは非常にね、悪質な個別訪問、集金人の個別訪問が、続いているというふうな認識であります。ぜひね、皆さん、NHK 集金人が来たら録画録音、これ黙ってやっていただいた方がいいと思います。上級者の方はね、録画録音を、許諾なくね、勝手に黙って隠し撮りしていただくこと全く問題ありませんし、そうしていただいた方が集金人ボロ出しますから、ぜひやってみてください。まあね、状況に応じたらね、もう帰ってすぐに帰ってほしいと、もう煩わしいから対応したくないと、いう場合にはね、もう、録音します、録画します、 NHK から組を守る党に電話しますで言えば多分すぐ帰りますから問題ないですけども、上級者の方はね、また NHK 国党にね、協力していただけるって方はぜひ、黙って隠し撮り、録画録音していただければというふうにも思います。でちょっと最近ちょっとこれ言ってなかったんですけども、できればっていうか、可能であれば名刺もらってください。名刺を対応する前に、もし相手の話を聞く前にまず名刺くださいと言ってください。
それがね訪問してきた何者なのかというね証拠になりますから、もう必ず名刺をまずくださいと、まず名刺をください、話をする前にまず名刺をくださいというふうに言って名刺をもらってください。はい、でまあ名刺をもらってからね、あの話を聞くないし、反撃するないししていただければと思います。で中には名刺を持たずに切らしているという理由で名刺を渡さない人間がいます、集金の中でね。これ結構いるんですよ、結構。で名刺がも、名刺を切らしている、持っていない、お渡しすることはできないということを言うような集金に対しては、対応する義務はありませんからね、そもそもが。だったら持ってないっていうんであればおととい来やがれということで、インターホンの電源を切るだとかドアを閉めていただいて全く問題ありません、対応する必要ありません、帰れということで、そのまま終わりでも OK ですし、OK ですし、上級者の方であれば、上級者の方であればね、ぜひね、紙と鉛筆、まあ書くものをね用意していただいて、じゃあ一筆書けと、お前が何者なのか、どこの会社に所属なのか、何者なのか、名前書けと、会社名と名前書けというふうに紙を渡してください。はい、書かないようであれば当然これ、ね、対応する必要ないですし、場合によっては110番通報してもらっても問題ないですよ。はい、ね、書く必要ないから帰れということでね、言って、それでも帰らないようであればもう110番通報全く問題ありませんし、まあね、そこまでことを荒立てたくないという場合にはね、私のも結構ですし、 N 国のコールセンターの方にねお電話いただければと、適切な対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。ってな感じでね、前橋市前田美香子さん、PR しときましたからぜひね頑張っていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。柏市より NHK をぶっ壊す。